ヒゲドチザメファーゲリアスマッキーは、ドチザメかに属するサメの一種。ヒゲドチザメ属ファーゲリアスは一絵型である。主に西オーストラリアの大陸方の海底に生息し、岩礁や藻場を好む。頭部後方の背面が隆起することと、尾光に地帯のヒゲを持つことが特徴である。全長1.6メートルに達する。餌は主にタコ。体勢で、 メスは1年後期の夏から秋に4から28匹の飼魚を出産する。人には危害を加えない。肉を目的に漁獲され、一時期は大きく個体数が低下した。IUCN は保全状況を軽度懸念としている。1943年、科学誌オーストラリアンズラジストにおいて、オーストラリアの魚類学者ギルバート・パーシー・ホイットリーによって、ファー・マッキーの名で記載された。 その後、俗名ファーはすでに踊り場以下の一族に用いられていることが判明し、1951年、ホイットリーによって俗名はファーゲリアスに変更された。タイプ標本は50センチメートルの未成熟有で、ビクトリア州のモーディアロックで捕獲されたものである。分布域西部の個体はかつて別カイ・ベントロリスとされていたが、レオナルド・コンパーニョによる、 比較研究で顕著な際が見つからなかったためかい、マッキーと同志とされた。また、この比較研究では、本種とラ楽部家族、ホカケドチザメ族、セビロドチザメが単系統群を構成すると判断され、共にイヤギニ族に含められた。その後2006年、4つのタンパク質コーリング遺伝子を用いた分子系統解析では、本種とラ楽部家族が、 姉妹軍であることは示されたが、ホカけどちざめ族と禁煙であることは否定された。尾光のヒゲと隆起した背中が特徴である。体は、ある程度頑丈で、頭部の後方が隆起する。糞は短くて丸く、上から見るとくさび型である。どちざめ化としては唯一、全微弁が伸びて、細いヒゲとなる。目は楕円型で上部にあり、窓か膜を備える。目の下には明瞭な隆起線があり。 その後方には小さな噴水孔がある。口は短く広い孔を描き、唇しびらはやや長い。歯列は上顎で2432、下顎で3642。上顎歯は傾き、ナイフ状の先頭と、その後ろに続く小先頭を持つ。下顎歯は一本の上向きの先頭を持つ。エラ列は5体。第一背びれは大きく、胸びれの先端より、 後方に騎士するが、それでも騎士点は、腹器より胸びれの基部に近い。第二背びれは、第一とほぼ同じ大きさで、尻びれより、わずかに前方に位置する。尻びれは、背びれより、かなり小さい。おひれ下とは短く、常用先端の腹側には、深い血骨がある。生体の背面は、肺褐色、腹面はそれより淡い。妖体は全体に、単色で、 暗い蔵状の模様や反転が体、ヒレに散らばる。この模様は成長とともに消失する。1.6メートル13キログラムまで成長する。オーストラリアの固有種で、温帯域220メートル以前の大陸方の海底で見られる。西オーストラリア州のノースウェストケープから、タスマニア島のウィンヤードまで分布する。分布域の南西部、カルバリから、 アルバニーの範囲で最も,も普通に見られ、ビクトリア州とタスマニアでは珍しい。分布域からは全体が単一の個体群に属すると推測される。岩上や昆布棚を好む。タコが主な獲物となる。活発な捕食者でタコを主に捕食する。いない用物ものからは、頭足類、甲骨魚、小さな南伊勢美族、ユムシ類、海藻も見つかっている。寄生虫として、 常駐のカリオバトリアムプリショルディが知られている。他のドチザメ類のように体制で、胎児は卵黄で成長した後、おそらく母体が分泌する子宮乳を利用して育つ。オスは毎年、メスは各年で繁殖する。交尾は8から9月で、メスは翌年の1から4月に排卵が起きるまで生死を貯めておく。妊娠期間は79ヶ月で、8から10月に出産する。 産子数は428で母体の大きさに応じて変化する。出生時は22から27センチメートル。幼体は漁業活動で捕獲されることが少なく、かなり深い場所を生育場としていることが推測される。生後15から17ヶ月で全長は2から3倍になり、3から4歳頃までは急速に成長を続ける。オスで5歳、メスで7歳。 雌雄ともに1.1から1.3メートルで生成熟する。生態はおそらく繁殖にエネルギーを割くために成長がかなり遅くなる。寿命は最大15年ほど。人に危害は加えない。肉を目的とした商業漁業が営まれる。オーストラリアでフレークとして販売されるサメの一種である。ドタブカハグキホシザメとともに、 西オーストラリアの漁業で標的とされ、現在は、ウエスタン・オーストラリアン、ジョイント・オーソリティ・サザン・デマーセル・ギルネット・アンド、デマーセル・ロングライン・フィッシャーによって管理されている。漁は、少数の底配縄漁船によって1940年代に、始められ、1970年代に、モノフィラメントを用いた刺し網、水力学を考慮した網上げ機等が導入される。以前はまで、 漁獲量はそれほど多くなかった。1980年代初頭には400から600トン年の漁獲があり、この時代がピークだった。この乱獲によって、1980年代半ばには個体数は30%以下にまで低下し、西オーストラリア州政府はこれ以上の個体数の減少を防ぐための回復させるための管理計画を進めることになった。1995年、 西オーストラリアのサメ漁業管理諮問委員会は2010年11月までに漁獲努力量の削減を通して本種の資源量を元の40%まで回復させることを勧告した2000年1月までにこの漁獲努力量の削減は計画通りに進んでいないがそれでも動力あたり漁獲量の予備データからは個体数の増加が示唆されている2004年5月の調査では 漁獲量の12%を構成していた。オーストラリア南部のサザンシャークフィッシャーにおいても少数が漁獲されているが、これは問題となるほどのものではない。個体数が監視されて安定しており、漁業が適切に管理されていることから IUCN は保全状況を軽度懸念としている。ありがとうございます。